長攻略戦は、旗が長を滅ぼした戦い。紀元前236年、旗は、中華の統一に本腰を入れ始めた。長の将軍の砲弾が縁に進行し、国内が手薄になっている隙を狙い、長へ進行した。総大将は、王戦、副将は、菅、末将は、陽ただしはである。まず、行の周辺の九条を落とした。そして、 全軍を一軍として、圧よ飛びを落とした。十八日後、王戦は、兵糧の問題上、軍の十分の二の精鋭部隊を引き、行や安陽を落とした。紀元前234年、艦は、兵陽に直行した。趙は、胡趙を将として、兵陽を救援に向かわせ、新軍と戦った。新軍は、趙の将である胡趙を打ち取り、十万の長兵を、 平洋の城外で残守した。紀元前233年、菅は、再び出兵しよやす、平洋、武城の三条を取り、再び長軍を破りその将を打ち取った。この二戦で長は十万以上の兵を失った。紀元前233年、菅は、新軍を率いて、東の上東に新軍し、太公山を越えて、長の深部に侵入し、長軍を破り、赤霊と、 よろしやすを占領した。リマキ率いる長軍と、菅の率いる新軍は与安付近で退治した。激しい戦いの末に、新軍は大敗した。菅の率いる新軍の内少数は、行位から脱し、新国へ退却した。また、戦国策によると、菅は内地にしたとある。蝶は旗に占領されていた土地を取り戻した。その行により、リマキは、竹安軍に封じられた。 紀元前232年、旗王政は兵を退去し、朝に侵攻した。軍は行場に到着し、その後大元に到着した。新軍は狼トバと番我を占領したが、李牧が新軍を撃破した。さらに、李牧は旗から、藩、儀の国境まで領土を奪還した。李牧、新の侵攻を撃退したのは、その子をつばめと、李牧の二人のみ。 紀元前229年、王戦が率いる新軍に侵攻された。サイトの連合も情報が漏れ、干ばつや地震災害につけ込まれる形での侵攻であった。王戦によって買収された、遊牧王お気に入りの重心、各界の断言により、新軍を撃退し続けた、リマキが朝王により中殺された。また、柴直王も更迭された。遊牧王は、長期、 ガンアツムに軍を引きさせて迎え撃ったが破れ、長期は戦死した。紀元前228年、国都寒炭が落ちた。幽ク王とガンアツムが捕虜となり、朝は滅亡した。生まれた簡単に入った、旗王政は、母の大号の実家と揉めていた者たちを生き埋めにして、新へ戻った。一方、逃げ延びた、朝の大ブラは大の地で、 呂牧王の兄の蝶貴美子義美を擁立し、大国を建てた。ありがとうございます。